休憩前に引き続き総務委員会を再開いたします。次に事件議案の審査に入ります。まず議案第19号、平成29年度八代市一般会計補正予算第7号中歳入分にかかる専決処分の報告およびその承認についてを議題とし説明を求めます。松村財務部次長。はい、引き続きよろしくお願いいたします。座らせていただきましてご説明申し上げます。それでは議案書の1ページをお願いします。議案書の方になります。議案第19号専決処分の報告およびその承認についてでございます。平成29年度八代市一般会計補正予算第7号でございまして、熊本地震で住宅に被害を受け再建が必要となった被災者に対して負担軽減を目的に県の熊本地震復興基金を活用し早期に補助を行うために平成30年1月30日に専決処分を行ったものでございます。それでは内容について総務委員会2区分をご説明します。5ページをお願いします。歳入歳出予算の補正でございますが、第1条で歳入歳出それぞれ350万円を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ691億340万円としております。次に歳入を説明します。 10ページをお願いします。間15、県出金、項2、県補助金、目1、総務費県補助金、節1、総務管理費補助金で、熊本地震復興基金交付金350万円を計上しております。これは県の熊本地震復興基金交付金において、土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーン内に居住しておられる方が、熊本地震により住宅に被害を受けられ、再建が必要となった場合、住宅の移転や建て替えに要する費用の一部が補助されるものでございまして、本市におきまして対象件数5件のうちすでに移転が完了されている2件の方に対して交付されるものです。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか？ありません。よし、以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。なければこれより採決いたします。議案第19号平成29年度八代市一般会計補正予算第7号中歳入分にかかる専決処分の報告およびその承認については、承認するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本件は承認されました。次に議案第21号、財産の貸し付けについてを議題とし、説明を求めます。尾崎財政課長。こんにちは。こんにちは。財政課の尾崎でございます。よろしくお願いいたします。着座にて説明させていただきます。どうぞ。議案書の37ページをお開きください。議案第21号財産の貸し付けについてご説明いたします。今回の提案理由といたしまして、現在本市が貸し付けております旧宮地東小学校において今月末に貸し付け期間が終了しますことから契約更新の予定でございますが、貸し付け先より貸し付け料の減額を申し入れられており、財産を減額して貸し付ける場合には地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を経る必要がございます。そこで今回の貸し付けにつきましては別冊で配布しております資料旧宮地東小学校の貸し付けについて見て説明したいと思います。右上に資料1、2、3と収支状況の4枚包みの資料ですがございますでしょうか。はじめに、当初貸し付けの経緯といたしまして2枚目の資料2の上段に書いておりますが、
平成27年2月に実施しました未利用等の私有財産の利用候補者選定委員会におきまして、九州を中心に居酒屋、当時ですね、九州内に12店舗、現在は36店舗を展開する株式会社ビーブルーム1社のみの応募でありまして、団体専用の宿泊施設として陳謝することが決まりました。その際の条件は、契約期間3年、月額陳謝料15万円、ただし契約日より1年間は無償というものでございました。貸付にあたり必要な改修費2000万円程度や、貸付後の維持管理費年間100万の、負担は株式会社 B ブルームが負担することとしております。旧宮地東小学校を貸し出す場合、本市の貸付基準にのっとり貸付金額を算出すると月額約20万円、19万551円でありましたことから、B ブルームが希望する賃借料月額15万円で貸し出すとなると議会の議決が必要となり、平成27年5月に仮契約を締結し、平成27年6月議会の議決、議決日は平成27年の7月8日でございましたが、その日をもって、正式に契約を締結いたしております。契約締結後は、校舎の改修工事や体育館の耐震改修工事を行っておりましたが、その準備中に熊本地震に見舞われるなど開業までに1年以上を要しまして、平成28年8月より団体専用の宿泊施設として開業しております。次に契約の更新についてでございますが、今回当初の契約が満了することから、B ブルームより更新の依頼があっておりますが、更新にあたり先方が希望している条件としまして、契約期間3年間、月額賃借料5万円、維持管理費は今まで通り株式会社 B ブルームの負担というものでございました。月額賃借料5万円の理由といたしましては、4枚目の収支状況を見ていただければ分かると思いますが、開業以来赤字が続き厳しい経営が続いており、本業の居酒屋部門からの損失補填を受けながら経営を続けてこられました。そのような中、平成29年8月期に22万円の黒字を出すことができ、明るい兆しも見えてきているとのことでございます。 B ブルームといたしましては、今後時間をかければ必ず事業として成り立つものと考えておられ、今回の契約更新後の収支見込みも厳しい予想を立てているものの、事業の継続を希望されておられます。そこで本市へ事業継続にあたり、月額賃借料を5万円に変更してほしいとの依頼があったものでございます。本市といたしましては、当初の契約で旧宮地東小学校を貸し出す条件として災害時や地域活動への協力要請をしておりました。そこで B ブルームは運動会や敬老会と地域の活動への施設の無償使用許可や社長以下多数社員での運動会への参加、まちづくり協議会主催の田植えや稲刈り、その他餅つきや炭焼きなどイベントへの参加を通じて地域貢献も多くされてこられました。赤字だったとはいえ、年間1500名近い利用者が東町を訪れており、東町の活性化にも貢献されております。東町校区もそういった活動を認めておられ、B ブルームの契約継続を強く望まれております。資料3に移りますが、旧宮地東小学校の維持管理費は廃校のままであっても年間100万円程度かかりますことから、下の表の通り貸し付けた場合の歳入額60万と、合算しまして年額で160万円の私費の確保及び軽減ができますので、賃借料を月額5万円に引き下げても引き続き B ブルームと賃貸借契約したいと考えております。説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。はい、橋本委員。私も見学に行かせていただいてですね、非常に取り組みとしてはテレビでも放映されて非常にいい取り組みされているんです。今後の取り組みとして、例えばDMO さんとかですね、そういったところとこう連携されて、よりこう幅広いこう活動的なところっていうのは検討されているのでしょうかと思いまして、ちょっとお尋ねしたいんですが。尾崎財政課長。
はい、今のところですね、まだそこまではされてないんですけど、今後提案しましてですね、できればそういうふうな連携を取っていただけるように働きかけたいと思います。はい、橋本委員。これは社長さんも非常に熱心な方で頑張ってられるので、もう少しやっぱり市が協力できるようなところがあればですね、そういった DMO さんあたりとこう連携しながら広報活動とか、いろいろこう計画もですね、こう幅が広がるのではないかなという印象があったものだからちょっと今言いました。お願いします。他にありませんか。はい、古島委員。ちょっとお尋ねですが、このビブルーか、これ居酒屋をしてらっしゃるということですが、熊本市内は誰やってますか。尾崎財政課長。はい、熊本市内にもございます。はい、古島委員。宿泊施設ということで、後の資料を見れば1477名の方が宿泊をされたということですが、雇用の創出で1名と1名が上昇されて、これ食事まで出るわけです。食事。食事。あ、はい。宿泊の事務所。上村財政課公有財産運用推進係長。常駐の職員としましては、一人会社の方から宮地東小学校の方に地元の方使って当てておられますが、一応区民のお客様宿泊様が入られた時には、その飲食店から応援職員としてですね、今駆けつけて、来て運営をされている状況でございます。一応この収支にもありますが、一応一番上の人件費の方はですね、ただ応援ということで計上はなさっておりません。以上です。古島委員。じゃあ宿泊客があるときはその、近くの熊本市の居酒屋さんから、応援に来て食事を作られるという、そういう理解でいかがですか。上村財政課公有財産運用推進係長。はい、その通りでございます。はい、分かりました。他にありませんか。橋本委員。私が言うことじゃないかと思いますが、先ほど の体験型宿泊ということでですね、非常に全国からも問い合わせがあっているんですが、今八代はこう海外の方も外国人の方も多数来ておられますので、そういったところも利用されてですね、こう取り込んでいかれたらこう、もっと広がるんじゃないかなって、この前した時にそういう話もちょっとしたんですけど、そうですねという話だったんですが、よければ市のからもですね、なんかそういった形でのちょっと話をされたらどうかなという印象がありました。では意見でよろしいですか。意見でお願いします。他にありませんか。はい、大倉委員。はい、月額賃借料はこれはビーブルームさんの方からの要請でということですよね。で、5万円よりも安くするということも考えられるんじゃないかなと私は思うんですよ。経営をとにかく黒字に持っていっていただいて、で、定着をしていただくことが一番ではないかと。で、定着をして実績が上がる状況になった時に初めてこう賃借料を、そこからプラスですね、月額1万アップするとか2万アップするとか、そういう、 こう年度ごとに交渉するというのも方法ではないのかなというふうに思ったんですが、そのあたりはどのような、見解を持たれて、その5万円を提案されたのかというところをお聞かせいただければと思います。はい、公有財産運用推進係長上村。公有財産運用推進係長。すみません。一応これではですね、本当に会社の中では経理の方からですね、非常に厳しい状態ということで、もう実際は中止をっていうことで、社長の方がですねものすごい強い思いで、もうでも市にご迷惑かけたらいかんということで、一応5万円だけは絶対納めたいということでですね、今回はそう言っていただいたところでございます。一応議員が言われました、本当に安くということで、いろいろ今後ですね、執行部の方でも検討させていただいて、いい方向に進むように、なるだけ定着して長く継続して活用していただくようにですね、応援していければと思います。以上です。もう一丁聞きます。僕らにいいですか。あと意見で。はい、古島委員。はい、もう一つ、
客数の組数を聞くと2組で115人とかあります。特に8月はその、まあ、純利益が出ているので、まあ、涼しいからだろうと思いますが、あの東小学校はですね、これ合宿かなんかですか。はい、上村公有財産運用推進係長。はい、まさしくあの合宿であったりでありまして、地域の子ども会とか、学校のクラブ、そしてあの県外からはですね大学の方、そしてまた地元の、小さなあのグループとかでもご利用いただいておりますので、そういったメンバーいろいろ、変わられてますが、あのホームページの方にですね団体の方は予約受付ということで、載っていきますが、そういったメンバーになってこようかと思います。はい、わかりました。他にありませんか。よし、以上で質疑を終了します。意見がありましたお願いします。はい、大倉委員。はい、先ほどお尋ねする中でもお話をしましたけれども、まあ、5万円ということはビープルームさんの方からの申し出ということでありました。しかしこう定着をですねしていただくことが一番の効果であるんではないかなというふうに思うところです。特にあの宮地東高校の皆さんとも、交流を深めていただいているような状況もあるようですし、そういった面からも逆にこう金額をですね安く計上して黒字が発生した時点でまた見直しをしていくというような、そういう経営役のあり方もあるのではないかというふうに思いますので、今後の取り組みの中でそういったところも検討していただければと意見として申し上げておきたいと思います。はい、他にありませんか。なければこれより採決いたします。議案第21号、財産の貸付については可決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め本件は可決されました。次に議案第20号、八代市総合計画基本構想を定めることについてを議題とし説明を求めます。委員長。宮村企画振興部長。はい、お世話になります。議案第20号、八代市総合計画基本構想につきまして、内容につきましては担当課長より説明していただきますのでよろしくお願いいたします。はい、田中企画政策課長。企画政策課田中でございます。直座にてご説明をさせていただきたいと思います。議案第20号、八代市総合計画基本構想を定めることについてご説明をいたします。議案書の11ページをご覧ください。提案理由といたしまして、現在の総合計画の計画期間が平成29年度末で終了するため、平成28年度に市民によるワークショップ、アンケート等の基礎調査を実施し、平成29年度から策定審議会、策定委員会等による審議を得た上で、本総務委員会に進捗状況をご報告しながら進めてきたところでございます。総合計画が市の総合的かつ計画的な行政運営の指針であり、市民、議会、行政が共同してまちづくりを進めるための基本的な指針でありますことから、総合計画の基本構想の策定につきまして、八代市議会の議決すべき事件を定める条例に基づき提案をさせていただいたところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは12ページをご覧ください。こちらは表紙でございます。13ページをご覧ください。すいません。すいません、14ページの方をお願いいたします。申し訳ないです。はい、はい、14ページの方から総合計画の概要を記載をしております。本基本構想につきましては第1部序論と第2部本論という形で、構成をしておりますが、14ページから第1部の序論ということで記載をしているところでございます。まず計画策定の背景と目的につきまして、目的といたしまして、これまで八代市総合計画において取り組んでまいりました市民と行政の共同によるまちづくりなどの視点を踏まえ、市の一体化の醸成を促すと同時に多様化する市民ニーズをまちづくりに反映し、引
き続き市民と行政が協働し、より発展的かつ具体的にまちづくりに取り組むことを目的として策定するとしております。次に総合計画の性格と役割として記載をしております。1点目に市民との協働によるまちづくりの指針とすること、2点目に分かりやすい計画とすること、3点目に実効性があり活用される計画とすることとしております。15ページをご覧ください。まず総合計画の構成を説明しております。第2次総合計画は基本構想と基本計画により構成しているということを記載しております。次に総合計画の期間でございます。基本構想が2018年度から2025年度までの8年間、基本計画は2018年度から2021年度の4年間となることを記載しております。次に総合計画の他の計画との関連性におきましては、これまで策定をいたしました八代市人口ビジョン、八代市総合戦略、八代市復旧復興プランとの関連性を記載し、各種計画において進めている取り組みについて第2次八代市総合計画においても継続して取り組む旨記載をしているところでございます。16ページをご覧ください。八代市の現状といたしまして、まず八代市の概要におきましては、本市の地理的位置、地勢、交通アクセス等の状況を記載しております。17ページをご覧ください。こちらは人口世帯産業構造について記載をしております。17ページは人口の推移と推計といたしまして、本市の人口が1980年以降減少傾向であり、少子高齢化が顕著になっていることや、目標年度としております2025年の人口は約11万3400人と推計されるということを記載をしております。18ページをご覧ください。国別人口の推移といたしまして、平成17年と平成27年を比較すると、20国中17国で減少しており、特に坂本、泉、日名具、二見、東洋、流邦の減少率が顕著になっているということを記載をしております。19ページをご覧ください。世帯数の推移と推計といたしまして、世帯数は増加傾向にありますが、目標年度であります2025年の世帯数は約4万3300世帯と推計されるということを記載をしております。20ページをご覧ください。就業人口の推移と推計といたしまして、就業人口は昭和60年以降減少傾向にあり、目標年度である2025年度の就業人口は約5万4200人と推計されているということを記載をしております。21ページをご覧ください。ここからは八代市を取り巻く社会情勢について記載をしております。21ページは1点目、人口減少と少子高齢社会の進行といたしまして、人口減少と少子高齢化が進行し、今後もその流れが続くため、その対応が求められていることを記載をしております。22ページをご覧ください。2点目、教育を取り巻く環境の変化とニーズの多様化といたしまして、教育を取り巻く環境が変化し、住民の障害学習や余暇活動へのニーズも多様化しているため、障害学習の環境づくり、生きがいづくりの拡充が求められていることを記載をしております。3点目、防災体制の機能強化と防災減災意識の高まりといたしまして、平成28年の熊本地震の被害により、復旧復興プランの視点を踏まえた取り組みや災害に強いまちづくりが求められていることを記載をしております。4点目、国際化の進展と産業を取り巻く環境の変化として、国際観光需要の伸びなどによる国際化が進み、本市の地域資源を活用したまちづくりが求められていること、また農林水産業、商工業においても社会情勢の変化に応じた対応が求められていることを記載をしております。23ページをご覧ください。
5点目、地球温暖化循環型社会への対応と自然との共生として世界的な地球温暖化対策への対応、循環型社会形成の取り組み、本市が有する自然環境の保全などについての取り組みが求められていることを記載しております。6点目、厳しさを増す行財政運営として税収の減少などによる財政状況の悪化、高齢化の進行に伴う社会保障費や公共施設の老朽化に伴う維持管理費等の経費負担などについて取り組みが求められていることを記載をしております。7点目、複雑化多様化する地域課題の対応として社会や地域の課題に対して行政だけでなく住民事業者などが知恵を出し合うなどによる取り組みが必要であるということを記載をしております。24ページから本論となります。25ページをお開きください。まず市の将来像を記載しております。将来像とは第2次八代市総合計画の計画期間において目標とする八代市の姿を表すものでございます。今回の将来像は記載の通り幸せあふれる人物交流拠点都市八代としております。この意味は前段の幸せあふれるの部分を子どもを安心して産み育てられるためのまちづくりや住み慣れた地域で安心して暮らしていけるまちづくりを進めることで多様で豊かな自然の恩恵のもと個性や能力を発揮しながら郷土への誇りと将来への夢を持って進み続けることができ、誰もが幸せにあふれる八代を目指すというものでございます。また高段の人物交流拠点都市の部分がユネスコ無形文化遺産に登録されました八代妙見祭、八代港の機能拡張など国内外から注目されている環境が整うことによる人の流れと南九州の結節点という拠点機能、八代港からアジアへの輸出の増加による物の流れというような人物の交流による交流拠点都市を目指すというものでございます。26ページをご覧ください。目標人口について記載をしております。第2次総合計画における目標人口は12万人と設定をしております。その考え方につきましては目標人口は総合計画を推進する上で重要な指標であるということ、八代市人口ビジョンにおいて人口の変化が地域産業、社会生活、地域コミュニティの面で将来の地域の将来に与える影響が懸念されると分析をしていること、市町村合併検証報告書においては人口減少や高齢化、若者の流出などに起因する課題があると整理をしていること、このような状況を踏まえ目標人口を定め、それをもとに今後の歳入と歳出の予測を行い、第2次八代市総合計画の計画期間で実施する既存の公共施設の維持管理や福祉、教育、産業などの各種施策を推進しなければならないということから、社人権の推計人口等を踏まえ人口減少を抑制することを目指して目標人口を12万人と定めたところでございます。27ページをご覧ください。施策の体系図を記載をしております。将来像の実現のため5つの基本目標を定め、それぞれに紐づく施策の大綱を記載をしております。28ページをご覧ください。28ページと29ページは5つの基本目標を設定した考え方を記載し、具体的にそれぞれの基本目標を達成するためにどのような視点でどのような状況になるかを記載をしております。記載しております内容は30ページから記載をしております施策の大綱にリンクをしております。まず28ページでございますが、基本目標、誰もが生き生きと暮らせる街でございますが、人を支える視点ということで施策の大綱を後ほど3つ設定をしております。次に基本目標、共同担い学び合う人を育む街でございますが、人を育てる視点で施策の大綱を4つ設定をしております。29ページの方に参ります。基本目標、安全安心快適に暮らせる街でございますが、暮らしを支える視点で
施策の大綱を4つ設定をしております。次に基本目標、地域資源を生かし発展する町でございますが、活力を高める視点で施策の大綱を2つ設定をしております。次に基本目標、人と自然が調和する町でございますが、環境を作る視点で施策の大綱を3つ設定をしております。30ページをご覧ください。ここから先ほどご説明しました5つの基本目標ごとの施策の大綱を記載し説明をしております。基本目標、誰もが生き生きと暮らせる町の施策の大綱の1点目丸1で、人権が尊重される町づくりは、人権に関するさまざまな問題が存在し、近年では新たな人権問題も発生しているため、人権問題に関する学習機会の提供や啓発活動を推進するとともに、あらゆる分野における男女共同参画を推進するというものでございます。次の丸に2つ目の安心して子どもを産み育てられる町づくりは、出産や育児の不安や負担感が大きくなっているため、安心して子どもを産み育てることができるような取り組みを推進するというものでございます。3つ目の支え合い健やかに暮らせる町づくりは、医療や介護を必要とする人、心に不調を抱える人、一人親家庭や生活困窮者などが増えているため、自立支援のための仕組みづくりや地域支え合い活動を推進するとともに、地域福祉の推進と支え合いを担う人材育成に努めるというものでございます。31ページをご覧ください。基本目標、共同を担い学び合う人を育む町の施策の大綱の一つ目、生きる力を身につけた未来を担う人づくりは、未来を担う世代の健全育成に取り組む必要があるため、子どもたち一人一人の生きる力を育む学校教育を推進するとともに、青少年育成の取り組みを推進するというものでございます。2つ目の誰もが学べる障害学習のまちづくりは、誰もが学び発表することができるまちづくりが求められているため、学習に取り組める場や機会の提供に努めるとともに、人権教育の推進に努めるというものでございます。3つ目のスポーツに親しむまちづくりは、市民の豊かなスポーツライフの実現を支援する必要があるため、広く市民がスポーツに参画できる機会を設けるとともに、競技スポーツの競技人口拡大や競技力向上に取り組むというものでございます。4つ目の郷土の文化伝統に親しむまちづくりは、豊かで潤いのある生活の実現が求められているため、文化財の保存などを進めるとともに、新たな市民文化の創造に寄与するというものでございます。32ページをご覧ください。基本目標、安全安心快適に暮らせる町の施策の大綱の一つ目、災害に強く安全安心な町づくりは、災害に強く安全で安心な町づくりを進めるため、自然災害に強い基盤整備や消防防災危機管理体制の充実を図るとともに、交通対策や防犯消費生活の問題に対してはその取り組みの充実を図るというものでございます。2つ目の快適に暮らせる町づくりは、個性を生かした町づくりを進めることが重要であるため、特色を生かした土地利用の推進、計画的な道路公園緑地上下水道情報通信基盤などの整備を進めるというものでございます。3つ目の暮らしを支える町づくりは、人と地域の交流が進む町づくりが重要であるため、安全で円滑な道路網の充実による利便性の向上を図るとともに、交流拠点性を高めるための整備等に努めるというものでございます。33ページをご覧ください。4つ目の公共交通の充実した町づくりは、市民生活の利便性を維持するため、コンパクトな町づくりに寄与する持続可能な公共交通体系の構築に努めるというものでございます。34ページをご覧ください。基本目標、地域資源を生かし発展する町の施策の大綱の1点目、活力ある産業と雇用を創出し魅力に満ちた町づくり、
これは農林水産施設、農林水産施策の充実に努め、フードバレー八代を目指しますということ、また商工業においては企業の発展に必要な設備投資などの支援、人材の育成や雇用の確保などの事業に取り組むとともに、立地的優位性を生かし、物流拠点機能や県南の商工業集積地としての役割を強化するというものでございます。2つ目の交流人口の増加によるにぎわいのあるまちづくりは、地域資源やスポーツを活用し観光客の増加を図るとともに、クルーズ船寄港の経済効果などを中心市街地や商店街の活性化に結びつけ、にぎわいと交流を創出することが求められているため、今後増加する外国人観光客をターゲットに観光地づくりを進め、交流人口の拡大を図るというものでございます。35ページをご覧ください。基本目標、人と自然が調和する町の施策の大綱の1つ目、環境を支える人づくりは、良好な環境を保全していくためには高い環境意識と行動する人を育てていくことが重要であるため、環境意識の高揚を図るとともに自主的な環境保全行動を促進するというものでございます。2つ目の自然と共生する町づくりは、良好な地域環境や生活環境の保全整備を進めるとともに、豊かな自然環境を守り育みながら人と自然が共生していく町づくりを進めるというものでございます。3つ目の環境負荷の少ない持続可能な町づくりは、地球規模の環境問題が顕在化しているため、ゴミの減量化や資源のリサイクルの充実を図り、高度循環型社会の構築を目指すとともに、地球温暖化問題への対応として省エネ・省資源対策を推進し、温室ガス効果の削減を図るというものでございます。以上、長くなりましたが、第2次八代市総合計画の基本構想としてまとめたところでございます。ご説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありません。はい、大倉議員。はい、議案には賛成をしたいとは思います。まずはそれに申し上げていきますが、23ページでですね、はい、厳しさを増す行財政運営という枠の中で、はい、一般質問で新潮社のことに関連して財政のことを聞かれた議員が何人かいらっしゃったんですが、財政に与える影響は少ないって答弁があってるんですよ。で、ここの中では、ね、大規模建設事業も控えており、財政を取り巻く状況は厳しくなることが予想されるというふうに書いてあるんですけど、はい、どういうふうに捉えればいいかでしょうかね。私はどっちかというとこっちは信用したいって思ってるんですけど。はい、田中企画政策課長。はい、ここに書いておりますのが、八代市を取り巻く社会情勢ということで記載をさせていただいておりますので、一般論と申しますか、ということで、お考えいただければと思っております。例示を、はい、させていただいたところですが、一般論ということでお考えいただければと思います。はい、大倉委員。はい、田中課長が一生懸命答弁されましたので、ここは収めたいと思いますが、もう一点お聞かせください。33ページ、コンパクトな街づくりに寄与するという、一番最後のくだりなんですが、コンパクトとはどういうものを示しているんでしょうか。はい、田中企画政策課長。はい、その前の部分に、本州のそれぞれの地域拠点を結びというのがございます。それぞれ生活圏といたしましては、住民の皆様が今現在いらっしゃるところがございます。そういうところを公共交通等の体系を検討する上で、結んでいくということで、そういう結び方をコンパクトに、融通の効いたような体系を考えていければというところで書かせていただいているところでございます。はい、僕ら委員。はい、心配したのが、人をこう街中にこう集約するような、そういうものがちょっとこう見え隠れというような
思いになったものですから、あのやはりこう中山間地にお住まいの方々、 そこのやっぱり生活を守っていく必要があるだろうというふうに思います。で特に、そういった地域に住んでいただいた、森林関係の整備をですねしながら、雨とか洪水にですね、2つこう関与するような取り組みをしていただくということが望まれるなと思って思っていたものですから、そういったところはもう中山間地域にお住まいの方々も大事にしていきますということで、ここは受け止めていいですか。そこを一回お聞かせください。はい、田中企画政策課長。はい、公共交通の取り組みにつきましては、そのような考え方のもとでですね、取り組んでいるところでございます。今後も公共交通便地域についての対応というのは、そういう考え方のもと進めてまいりたいと思います。以上でございます。はい、国来委員。はい、それからあの午前中の補正予算のところでもお願いしました、乗り合いバス、それから、乗り合いタクシー、それから、バス路線、回数券、定期券、いろんなサービスの導入をですね、検討をお願いしておきたいというふうに思います。以上でございます。他にありませんか。村川副委員長。はい、あの18ページの国別人口の推移で、これ外国人の実習生は入ってますか。以前ですね、軍畜はちょっと増加しと、以前のデータで軍畜は増加しとっ て喜んでたら外国人が研修生だったデータだけ。はい、田中企画政策課長。はい、今この中には入っておりません。はい、他にありませんか。はい、以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。なければこれより採決いたします。議案第20号八代市総合計画基本構想を定めることについては、可決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本件は可決されました。どうもありがとうございました。議案第22号八代市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定についてを議題とし、説明を求めます。国岡市民環境部長。はい、市民環境部でございます。よろしくお願いします。議案第22号八代市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定についてということでご提案をしているところでございます。中身につきましては、戸籍謄本等の交付請求の受付及び引き渡しの事務を、取り扱わせる、郵便局を指定するために、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取り扱いに関する法律第3条第3項の規定により議会の議決を経るためにご提案するものでございます。詳細につきましては、担当課、市民課の河野課長の方から説明させますので、よろしくお願いいたします。委員長。河野市民課長。はい、市民課長の河野でございます。着座で説明させていただきます。どうぞ。それではあの議案書の39ページをお願いいたします。議案第22号八代市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定についてご説明を申し上げます。今回の議案は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取り扱いに関する法律に基づくものでございます。以後この法律を郵便局事務取扱法と言わせていただきます。現在特定事務であります各種証明書交付を、坂本町の百済郵便局、泉町の五箇野荘郵便局において取り扱いを行っていただいておりますが、平成30年3月31日をもって指定の期間が終了いたします。住民の利便性を
考慮いたしまして、引き続き当該証明書交付事務をこの2つの郵便局で取り扱うことが必要だと判断いたしまして、継続につきまして日本郵便株式会社と協議を行い、平成30年度以降も実施する予定で協議が整ったところでございます。この郵便局の指定につきましては、先ほど国岡部長から申し上げましたように、郵便局事務取扱法第3条第3項で日本郵便株式会社と協議が整い、郵便局を指定しようとするときは議会の議決を経なければならないと規定されておりまして、提案するものでございます。それでは議案書の40ページをお願いいたします。八潮市の特定事務を取り扱わせる郵便局の指定についてでございます。この中の第1条の郵便局の指定及び取り扱わせる郵便局の名称についてでございますが、41ページをお願いいたします。別府表記載の通り、くだらぎ郵便局と五箇荘郵便局の2箇所を引き続き指定する予定としております。恐れ入りますが、40ページにお戻り願います。第2条の事務の範囲でございますが、取り扱わせる事務は第1号の戸籍謄本をはじめとする戸籍関連の証明書、第2号の納税証明書、第3号の住人票関連の証明書、第4号の戸籍の不表の写し、第5号の印鑑登録証明書を交付する事務でございます。第3条の取扱一環でございますが、これまでは平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間でありましたが、日本郵便株式会社と協議しました結果、締結日から平成31年3月31日までの1年間としております。ただし期間満了の日から3ヶ月前までに八潮市または日本郵便株式会社のいずれからも指定の解除の意思を表示しないときは、取扱期間をさらに1年間延長することといたしまして、以降も同様とするとしております。継続して更新ができる内容となっております。しかしながら必要があるときは、八潮市と日本郵便株式会社が協議の上その期間を短縮することができるとなっております。施行につきましては平成30年4月1日からの予定でございます。以上で説明を終わらせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。橋本委員。はい、もう指定して各事務には何の異論はないですが、ちなみにね、お伺いしますが、年間の委託料というのはだいたいおいくらぐらいの委託に気になるんでしょうか。はい、川野市民課長。はい、特に委託料はございませんで、取り扱いの申請に応じて手数料をですね、お支払いしているところでございます。はい、理解できました。他にありませんか。以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。なければこれより採決いたします。議案第22号、八潮市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定については、可決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本件は可決されました。次に条例議案の審査に入ります。それでは議案第27号、八代市消防団員等公務災害保障条例の一部改正についてを議題とし、説明を求めます。委員長。水本総務部長。はい、
それでは議案第27号八代市消防団員等公務災害保障条例の一部改正についてただいまよりご説明を申し上げます。内容の説明につきましては南危機管理課長より言いたさせますのでよろしくご審議をお願いいたします。はい、委員長。南危機管理課長。はい、はい、危機管理課の南でございます。議案第27号八代市消防団員等公務災害保障条例の一部改正についてご説明させていただきます。私に着座にてさせていただきます。どうぞ。説明の方を先にですね、資料の方を1枚、お渡ししたかと思います。そちらの方で、説明させていただきたいと思いますので、そちらの方をご用意いただければと思います。どうぞ。はい、今回の改正事項ですけれども、非常勤消防団員等にかかる損害補償の基準を定める政令、こちらの方が改正されたことに伴いまして、八代市消防団員等公務災害補償条例中の扶養親族の加算額及び加算対象区分について改正を行うものでございます。改正の理由でございますが、消防団員や消防活動に協力された方、いわゆる消防作業従事者などですけれども、消防活動中に負傷または死亡とされた場合の損害補償につきましては、条例に基づき階級とその階級における期間をもって補償基礎額を算定することとなっております。また当該消防団員等に扶養親族がある場合には、扶養親族にかかる金額を加算した額をもって補償基礎額としております。この条例における損害補償の基礎額につきましては、政令に準じて定められております。さらにこの政令の扶養親族の対象と加算額は、一般職の職員の給与に関する法律の扶養手当の支給額及び支給対象をもとに定められているところでございます。この給与法に定められた扶養親族の加算額が平成28年11月に改正され、段階的に変更されることとなっておりました。今回これに伴う政令が平成30年2月7日に改正公布されたため、今回条例の扶養親族の加算額及び加算対象区分について改正するものでございます。改正内容につきましては、下の条例改正案による加算額表によりご説明いたします。各加算額の区分が第1号から第6号までございまして、この区分に沿って説明いたします。まず第1号は配偶者ということになっております。こちらの方が333円であったものが平成30年度から217円に、それから第2号ですけれども、こちらの方が22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、簡単に平たく言いますと4年制大学卒業までの子とイメージしていただければいいかと思います。この子の場合、通常の加算額が267円で、消防団員等に配偶者がなかった場合には、その種の1人を333円とするとなっておりましたけれども、改正後におきましては一律333円ということになります。それから第3号は22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある孫ということになっております。と第4号が満60歳以上の父母及び祖父母、第5号は22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある弟妹ということになっております。第6号が重度心身障害者となっておりまして、この第3号から第4号いずれも加算額217円で、配偶者それから扶養親族にかかる子がない場合につきましては、1人を300円とするとなっておりました。こちらの方が改正後は一律217円ということになります。なお施行日は4月1日を予定しております。以上で説明の方を終わります。ご審議方よろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。はい、橋本委員。お尋ねですが、消防活動中の範囲というのはですね、例えば今火災が起きたから出てくれという連絡を受けた
そして火災が終わって家に帰ってっていうその範囲なのか、そこら辺はちょっと範囲はどこまでが範囲なのか、それは実際の消火活動に従事した時が消防活動なのか、その前後の移動戦えるまでのですね、それをちょっとその間に事故が起きた場合の消防団員の場合は挙手をお願いします。南危機管理課長。はい、すいませんでした。消防団の場合は出動から帰る前ということになりますので、はい、その火事の現場での作業中だけではなくて、はい、出動それから帰る時までも含めてということになります。はい、分かりました。他にありませんか。よし、はい、大倉委員。はい、すいません、故障の額がですね変わるということなんですけども、万が一そのなった場合のその保証額、まあ、掛け金っていう感じだと、あ、基礎額ですよね、これ、この、その保証、最終的になんか万が一のことがあった時の保証額というとは、これ、どうなるんですか。変わらないということで把握してよかったですか。なんか基礎額が変わると、なんか変わるような感じがするんですけど。はい、南危機管理課長。はい、これは今おっしゃったように基礎額ですので、基礎額がですね、最初に言いました消防団員の階級と期間によってまず一つの基礎額があります。それに対して自分 の、 消防団員に対して扶養親族がどれだけいたかということでこれだけの金額加算されるということになります。とあとは、その、例えば障害になった場合とかであればですね、その障害の度合いに応じて倍率が何倍というのが出てまいりますので、それをかけた額ということになりますので、まあ、一律にはどうこうとはちょっと言いづらいかなというふうには思いますが、まあ、基礎額足したときに若干、まあ、減るのかなとも思いますけども、そこはわずかなところかとも思います。はい、大倉委員。はい、分かりました。団員さんの配偶者とか、子どもさんとかそういったところの加算表っていう形になっていくので、その人のそれぞれで変わっていくということで理解を しました。ありがとうございます。他にありませんか。質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。よし、なければこれより採決いたします。議案第27号八代市消防団員等公務災害保障条例の一部改正については、原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。次に議案第28号八代市職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部改正についてを議題とし、説明を求めます。委員長。水本総務部長。はい、それでは議案第28号八代市職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部改正についてご説明を申し上げます。内容の説明につきましては白川人事課長よりいたさせます。よろしくご審議お願いいたします。はい、委員長。白川人事課長。はい、人事課白川でございます。よろしくお願いします。座って説明させていただきます。議案第28号八代市職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部改正についてご説明をいたします。議案書は55ページからになります。提案の理由でございますが、死傷病により療養を必要と認められる場合における病気休暇の取得可能な期間を変更することに伴いまして、所要の改正を行う必要があるものでございます。議案書56ページの改正文をご覧ください。これまで第13条第2号に規定をしております病気休暇の期間につきましては、基本的には必要と認められる連続する90日以内の期間としながら、括弧書きで特例といたしまして結核性疾患にかかり
長期の休業を要すると認められる場合にあっては1年以内の期間としておりました。今回の改正内容はこの病気休暇の取得可能な期間を1年とします結核性疾患の特例部分を廃止するというものでございます。地方公務員法第24条第4項におきましては職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるにあたっては国および他の地方公共団体の職員との間に健康を死しないように適当な配慮が払われなければならないと定められております。そのような中国におきましては病気休暇の期間は90日を超えることはできないとしており結核性疾患を特別に取り扱うようにはなっておりません。また厚生労働省の調査結果によりますと日本の結核罹患率は減少傾向にあります。加えまして公益財団法人日本結核予防協会によりますと統計上の結核性疾患による平均入院期間は65日程度でございます。さらには市町村合併以降の本市におけます病気休暇の取得状況を見ますと結核性疾患を理由とする取得はございません。以上のことから結核性疾患のみを特別に取り扱うべき理由は認められないことからこの特例部分を廃止するというものでございます。なお施行日は平成30年4月1日といたしております。説明は以上です。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終了します。意見がありましたお願いします。なければこれより採決いたします。議案第28号八代市職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部改正については原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め本案は原案の通り可決されました。次に議案第30号八代市長等の給与に関する条例の一部改正についてを議題とし説明を求めます。部長水本総務部長。はい、それでは議案第30号八代市長等の給与に関する条例の一部改正について説明申し上げます。内容の説明は白川人事課長より行わせます。よろしくご審議お願いいたします。白川人事課長。はい、それでは引き続きまして説明をさせていただきます。座って説明いたします。議案第30号八代市長等の給与に関する条例の一部改正についてご説明をいたします。議案書は59ページからとなりますが、説明につきましては、配布しております右肩に議案第30号関係資料、それから議案第30号関係資料括弧その2と書いてあります資料、この2つを使ってですね、説明をさせていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。どうぞ。はい、それではまず右肩に、議案第30号関係資料括弧その2と書いてあります市町村合併後の特別職の給与等の増減額の推移という資料をご覧ください。これは先日の議会運営委員会におきまして八代市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正についてご審議をいただいた際に過去の改定状況とその影響額等についてご質問がありましたことから今回必要に応じて審議の参考にしていただくため追加で配布をさせていただいた資料ということになります。資料の見方をご説明いたしますが、例えば一番上の表の平成21年度につきましては給料月額の改定は行っておりませんが人事院勧告等によりまして期末手当の年間支給割合を3.35月から 3.10 月へと
0.25 月分の引き下げを行っているものでございます。その結果、表の一番右側の欄になりますが、年間で市長が26万4500円、副市長が21万1600円、教育長が18万5150円、監査委員が14万2887円の減額となり、合計では80万4137円の減額となっているものでございます。平成22年度、26年度、27年度、それから2ページ目の平成29年度の表につきましては、引き下げと引き上げの違いはございますが、同様の見方をしていただければと思います。また、例えば1ページ目でございますが、1ページ目の上から3つ目の表、平成24年度につきましては、特別職報酬等審議会からの答申に基づきまして、給料月額の引き下げ改定を行っているものでございます。また給料月額の引き下げに伴いまして、期末手当も減額となりますことから、表の一番右側の欄にありますように、給料と期末手当を合わせた年間額において、市長が92,355円、副市長が76,963円、教育長も76,963円、監査員が61,570円の減額となり、合計では307,851円の減額となっているものでございます。2ページ目の平成30年度の表につきましては、引き上げ改定でございますが、見方としては同様の見方をしていただければと思います。なお、合併後の平成18年度以降の推移を記載させていただいておりますが、記載のない年度につきましては改定が合ってないということになります。この資料も合わせて本日の審議の参考としていただければと思います。また3ページ目には議員報酬等の増減額の推移も参考資料として添付をさせていただいておりますので、よろしくお願いをいたします。それではここで右肩に議案第30号関係資料と書いてあります八代市長等の給与に関する条例の一部改正についてという資料をご覧ください。まず1の改正の理由でございますが、八代市特別職報酬等審議会の答申に基づき、市長等の給料を改定するにあたり必要な改正を行うものでございます。2の改正の内容でございますが、市長につきましては現行の月額91万4000円を11,000円引き上げ925,000円に、副市長につきましては現行の月額731,000円を13,000円引き上げ744,000円に、教育長につきましては現行の月額639,000円を35,000円引き上げ674,000円に、常勤の監査員につきましては現行の月額493,000円を13,000円引き上げ506,000円に改定をお願いするものでございます。その他に議案第29号で議員の報酬の引き上げ改定について提案をしているところでございます。これらの平均改定率はプラスの 2.61% となっております。なお3の施行日でございますが、この改正条例は平成30年4月1日からの施行とし、4月分からの額改定をお願いしたいと考えております。4の審議会における審議をご覧ください。今回の市長等の給料の額改定の提案につきましては、条例の規定に基づき八代市特別職報酬等審議会に諮問を行い、その答申を受けて行ったものでございます。括弧1の審議会の開催状況でございますが、本年1月15日に委員の委嘱と第1回の審議会を開催いたしております。また第2回の審議会を1月30日に開催いたしまして、去る2月14日に審議会会長から市長に対して答申が行われました。その審議会の委員につきましては記載してあります一覧にてご確認をいただきたいと思います。資料の次のページをご覧ください。審議会からの答申の全体の写しにつきましては事前にお知らせいたしておりますが、
内容につきまして要約したものを記載しております。括弧の2の審議の経過でございますが、審議にあたっては特別職等の職務と責任、県内各市や類似団体の状況に加え、本市の財政状況等も考慮しながら厳正かつ公平な見地に立ち、慎重かつ詳細に検討されております。続きまして括弧の3、報酬等の額の改定でございますが、市長の給料は市政の最高責任者、本市の舵取りを担う職責に相応する額とするとともに、教育長は法改正により特別職として位置づけられ、教育委員会を代表する職務などが明確化されたことから、その職責に相応する額とするとされております。また議員の報酬は議員活動を支えるための経済的基盤の強化と適正な報酬水準を確保する必要があるとともに、議員定数が4人削減されたことに加え、近年の行政の高度化複雑化によりその職責が多様化専門化しているため、それに相応する額とするとされております。最後に括弧の4、改定の内容でございますが、本市の特別職の報酬等は類似団体と比較しても平均以下であり、決して高い報酬等の額ではないことから、その職責等を総合的に勘案し、九州内の類似団体の平均額に準じた額まで引き上げるとされております。審議会の委員からは、議員定数削減について議会自ら英断されたことを評価する声が多く聞かれました。その一方で、今後も社会経済情勢の変化、本市の人口や財政状況の変化を考慮しながら、特別職報酬等の適正な水準を維持するため、適宜検証していくべきであることも不言をされております。審議会の委員さん方は、さまざまな団体や企業のトップなどを務めていらっしゃる方々でございます。本市といたしましては、そうした委員さん方にさまざまな立場からご意見をいただき、十分審議を尽くしていただいた結果としての答申と受け止め、引き上げの改定の提案をしているところでございます。説明につきましては以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。はい、はい、古島委員、先ほど白川課長の方から美乳実際には説明がございましたように、特別審議委員等の、この改定の内容等も読ませていただきました。本市特別職は類似団体と比較しても平均下であり、決して高い報酬等の額ではないことから、特別職、特に本市の少子高齢および昨今の社会経済情勢等を総合とに勘案しとありますが、先ほど一般会見の中の歳入の中で、市税のところで、個人そして法人税等についても増加をしている、そういうのが、社会的経済情勢等ということであろうと私は思います。また九州内の類似団体平均額に準じた額まで引き上げるということでありますので、私としては答申の内容を尊重し賛同をしたいと思います。他にありませんか。はい、大倉委員、はい、今回は報酬等審議会に諮問をされて、その結果をですね、踏襲されたというか尊重されての提案ということだと思うんですけども、報酬等審議会が上げても上げることで妥当じゃないですかというようなことをこう答申されたとしても、市長自らが今回はやっぱ断念しようかというようなことも考えられると思うとですよね、一つのやり方というか運用の仕方としては。で、今回はその市長として断念ということは検討段階に上ったのか上らなかったのか、そこを聞かせていただきます。市長に聞かんとかなと思うんですけど。はい、白川人事課長。はい、特別職報酬等審議会の答申を受けまして、市長の方にその結果の報告に、行っております。その際、では、
この審議会の答申を尊重するということで、特段それとは違う判断をするというようなところはなかったというふうに記憶しております。よろしいですか。他にありませんか。はい、村川副委員長。私も保守党審議会のもう慎重審議の上、結論出されたと思いますし、尊重しなければならないと思います。で、明らかにも10年くらい前ですかね、と比較しても小さいですし、賛成してしかるべきかと思っております。以上です。他にありませんか。なし。以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。ではありませんか、はい、なければこれより採決いたします。議案第30号、八代市長等の給与に関する条例の一部改正については、原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。次に議案第31号、八代市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてを議題とし、説明を求めます。委員長。水本総務部長。はい、それでは議案第31号、八代市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてご説明をいたします。内容の説明につきましては白川人事課長よりいただきます。よろしくご審議をお願いします。白川人事課長。はい、引き続いて、説明をさせていただきます。よろしくお願いします。座って説明させていただきます。議案第31号、八代市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、ご説明いたします。議案書は61ページからになります。まず62ページの改正文をご覧ください。今回の改正条例は第1条で、八代市一般職の職員の給与に関する条例の本体を改正し、第2条で平成28年度から施行いたしました本条例を改正する条例の付則を改正するようにいたしております。なお第1条の改正につきましては、右肩に議案第31号関係資料と書いてあります資料に基づいて、説明を行わせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは資料の方をご覧ください。まず1の改正の趣旨でございますが、人事評価を給与その他の人事管理の基礎として活用することが地方公務員法に明記されたことを踏まえまして、人事評価であります能力評価と業績評価、この2つに基づく人事管理を推進するため所要の改正を行うというものでございます。本市におきましては、地方公務員法の改正を受けまして、平成27年度より、これまでの人事効果から人事評価に移行しまして、職員が職務を遂行するにあたり、発揮した能力を評価いたします能力評価と、職員が実際に挙げた業績を評価いたします業績評価、この2本立てで取り組んでいるところでございます。今回は改正地方公務員法により評価結果に応じた措置を講ずることが義務付けられたことを受け、この人事評価の結果を勤勉手当に反映するよう改正を行うものでございます。2の改正の概要でございます。今回改正いたします条例第31条は、勤勉手当に関し、その基準日や支給日、勤勉手当の額の計算方法について定めております。このうち丸1、人事評価に基づく人事管理の推進といたしまして、第31条第1項でこれまで勤勉手当について
6月1日と12月1日のそれぞれの基準日以前6ヶ月以内の勤務成績に応じて支給していたものを前年度の人事評価結果を反映できるように明記いたしますとともに、これまで同様基準日以前6ヶ月以内の勤務の状況も的確に反映できるよう仕組みを整備するものでございます。また丸2の勤勉手当への反映のための原資の確保といたしまして第31条第3項ではこれまで扶養手当の月額を勤勉手当の支給基礎額に算入していたものを見直すことで予算の増加を抑制しながら人事評価結果の勤勉手当への反映のための原資を確保するというものでございます。なお3の施行日でございますが平成30年度の人事評価の結果から活用するため交付の日から施行いたしますが実際の反映を始める時期が平成31年6月期の勤勉手当となることから必要な経過措置を定めているものでございます。ここで配布資料の次のページ人事評価結果の勤勉手当への反映方法をご覧ください。まず1の加算となる対象職員でございますが人事評価には能力評価と業績評価を総合しました結果が S から ABCD までの5段階がございます。そのうち上位であります S または A の職員を対象としております。2の加算原資の確保につきましては先ほどご説明いたしましたように扶養手当を勤勉手当の支給の基礎額から除くことで確保いたします。また3の分布率でございますが加算の対象となる職員は部ごとに特に優秀を 5% から 10% 優秀を 25% から 35% といたします。4の成績率につきましては現行の良好であります 0.90 月に特に優秀の場合には 0.20 月を優秀の場合には 0.10 月を加算し6月期の勤勉手当で支給することといたします。それではここで議案書の62ページをご覧ください。中ほどからの第2条、八代市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正でございますがこれは最初に申しましたように平成28年度から施行いたしました本条例を改正する条例の付則を改正するというものでございます。平成28年度の条例改正は国家公務員につきまして平成27年度から実施をされております給与制度の総合的見直しについて本市につきましても熊本県に準じまして平成28年度から実施したものでございます。この給与制度の総合的見直しは特に地方において公務員の給料が民間に比較して高い水準にあるという指摘に制度的に対応するものでございまして本市におきましては行政職給料表を平均で 2.3% 引き下げるなどの改定を行ったものでございます。また引き下げ改定となりますことから激変緩和措置といたしまして国が3年間であるのに対し本市では平成30年3月31日までの2年間の減給保障措置を付則で定めておりました。しかしながらこの2年間の激変緩和措置の終了後の平成30年4月1日におきましてもその対象となる職員がまだ全体の2割強存在しますことからこの2年間の激変緩和措置について国に準じて3年間とするため1年間延長し平成31年3月31日までとするものでございます。説明は以上でございます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。
はい。古島委員、資料いただいております3番の分布率でありますが、まあ、子どもの通知簿じゃありませんが、5が10から5から 10% とか、4が25から 3% と、まあ、そういう評価の仕方だろうと思いますが、この辺のところについて、一つ平等性を持ってですね、評価をしていただきたいと思いますが、その辺のところはいかがでしょうか。はい、白川人事課長。はい、確かにですね、部ごとで、取り行っている業務、事業というのも異なりますものですから、なかなか一律にですね、ということは難しい部分があるかと思います。まあ、ただ現在も実施しておりますが、この評価についての研修というのをですね、今後も継続して、取り組むことによってですね、どこの部でもできる限り平等な評価ができるようなですね、そういう体制、それから必要に応じて制度の見直し等もですね、引き続いて行っていきたいというふうに思っております。はい、他にありませんか。ありません。以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。なければこれより採決いたします。議案第31号、八代市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正については、原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。次に議案第32号、八代市職員退職手当支給条例等の一部改正についてを議題とし、説明を求めます。委員長。水本総務部長。はい、それでは議案第32号八代市職員退職手当支給条、支給条例等の一部改正について説明を申し上げます。引き続き白川人事課長より説明をいたさせますので、よろしくご審議をお願いいたします。はい、白川人事課長。はい、それでは引き続いて座って説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。議案第32号、八代市職員退職手当支給条例等の一部改正について、ご説明をいたします。議案書は63ページからとなりますが、説明につきましては、右肩に議案 第32号関係資料と書いてあります資料も合わせて、ご覧をいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず資料の方をご覧ください。1の改正の理由でございますが、国家公務員の退職手当につきましては、官民比較調査の結果等を踏まえ、その支給水準引き下げのため、国家公務員退職手当法が改正をされました。これに伴いまして、地方公務員の退職手当につきましても同様の措置が求められていることから、本市におきましても国および他の地方公共団体との均衡を図るため、調整率の引き下げを行うというものでございます。次に2の改正内容でございますが、民間との支給水準の均衡を図るために設けられております退職手当の調整率を、現在100分の87とあるのは100分の 83.7 に、また104分の87とあるのは104分の 83.7 に引き下げるものでございます。今回の改正によりまして、1人当たり平均で78万円弱の引き下げとなると見込んでおります。今回の引き上げ幅は国に準じて実施をいたしますが、引き下げの時期につきましては国が平成30年1月1日の施行であったのに対しまして、本市におきましては平成30年4月1日の施行としたいと考えております。これは職員管理を4月採用3月退職という形で行っておりますので、年度途中での引き下げ改定は職員の間に混乱を引き起こしかねないとの判断から4月1日の施行を提案するものでございます。
これにつきましては国も前回の退職手当の支給水準の引き下げのときにいわゆる駆け込み退職とされる事例が発生し生じたことを踏まえ各地方公共団体において行政運営に支障が生じないよう必要な措置を講ずることとしております。また県内のほとんどの市町村は本市と同様4月1日の施行でございます。それでは議案書の64ページをご覧ください。今回は日本の条例が関係しておりまして第1条で退職手当支給条例を施行いたしましたときの調整率を規定しております付則を改正をいたします。また第2条の方で平成18年度に制度改正を行いましたときの改正条例の付則を改正いたします。これは付則の方に経過措置が規定をしてありましてまだそれが適用されている部分があるための措置ということになります。施行日は先ほどご説明いたしましたように平成30年4月1日といたしております。説明につきましては以上でございます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。すいません。大倉委員。すいません、単純な質問で調整率が104分の87と100分の87、まあ、2つあるのはこれなんでこういうふうになってるんですか。はい、白川人事課長。はい、平成18年のこの条例改正前の旧条例、においてですね勤続期間が20年から35年の職員で、定年退職をされた方についてはですね退職手当の調整率を100分の104としておりました。改正前の条例ではこの調整率を100分の104としておりました。そのためですね改正前の旧条例と改正後の新条例その2つによりますあの退職手当の額の比較を行うためですねこの旧条例を適用して退職手当を算定する場合にですね調整率についてはどちらも同様に100分の87というふうになるように104分の87というのをかけるというふうにしてあるというものでございます。はい、大倉委員。ストンとすいません胸にというか、はい、理解ができんとですけど、まあ、合併前のやつがあって勤続年数との関係もあったとでそれがそのまま、まあ、現在まで引き継がれているような状況にあるわけですよね。まあ、そこのところもう一回説明いただければすいません。はい、白川人事課長。はい、すいません、あの平成18年度の改正、があってるんですがその、まあ、あの経過措置でですね改正前の計算方法と改正後の計算方法で、計算して、の改正前で計算した方が退職手当の額が高くなる場合にはそちらをあの支払っていいですよというのがございます。だもんですからあの両方計算してみるようなケースがあるんですがその計算をするときにですね調整率については条例の改正前も改正後も同じになるように同じ100分の87になるようにあの改正前の条例の計算をするときには104分の87をかけるというふうにしていると。すみません説明が上手で大丈夫です。はい、はい、他にありませんか。なければこれ、なければ、質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。なければこれより採決いたします。議案第32号
八代市職員退職手当支給条例等の一部改正については原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。次に議案第33号、八代市報酬及び費用弁償条例の一部改正についてを議題とし、説明を求めます。はい、委員長。澤田人権政策課長。はい、人権政策課の澤田です。議案第33号、八代市報酬及び費用弁償条例の一部改正について着座にて説明をさせていただきます。議案書の65ページをお願いいたします。提案理由としましては、記載されておりますように、人権特別相談員の報酬額を新たに、規定することに伴い、条例の一部改正が必要であるため、提案をさせていただくものです。まずは、総務委員会資料として、人権特別相談員についてと書いた資料をお配りしております。お手元にありますでしょうか。この資料は昨年12月15日の総務委員会所管事務調査で配布しました資料から抜粋したものです。こちらをご参照いただきたいと思います。人権特別相談員につきましては、さまざまな悩みを持った市民の不安の解消と解決に向け、相談案件の中の人権案件について法的・心理的に専門性の高い相談受付を実施するため設置するものです。人権特別相談員には非常勤の特別職として弁護士及び臨床心理士を当て、法律の専門的見解を要する相談や精神的ケアを要する相談などを受け、その解決に向けた助言等を行います。特別相談員の任期は3年で、再任は妨げません。なお、人権特別相談員の運用等につきましては、先の総務委員会で説明をさせていただいておりますので、詳しくは省かせていただきます。また、特別相談員の設置につきましては、平成30年4月1日から施行するために、八代市法令審議会におきまして、八代市人権特別相談員設置要項の制定について承認をいただいております。それでは議案書の66ページをご覧いただきたいと思います。この度の人権特別相談員の設置に伴いまして、人権特別相談員の報酬額を新たに規定する必要があることから、八代市報酬及び費用弁償条例の一部を改正するもので、別表第1中人権相談員月額135,100円の後に、人権特別相談員日額10,000円を加え改めるものです。最後に不足としまして、本条例は平成30年4月1日から施行するものとしております。以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。はい、古島委員。特に人権特別相談員、弁護士さんについてはですね、しっかり見極めていただきたいと思います。弁護士さんというのは職業柄、相談をされた方にどうしても偏りがちでありますので、その辺のところはしっかりと見極めていただきたいと思います。他にありませんか。はい、すいません。橋本委員。すいません。相談員の設置に対しては全く異論はないんですが、ただ月額の報酬という視点からですね、月によっては多い月と、そんなないかなと思うんですけども、その案件月額報酬ですよね。日額、人権相談員は月額135,000円じゃないですかね、と人権特別相談員から日額で10,000円ということで、人権相談員の月額っていうのが、どうなのかなって一般的な感覚からしてですね、確かに弁護士さん、臨床心理士さんというのはなかなか普段慣れるような資格でもないですし、特別な資格だと思うんですが、
月によっては失礼ですけど今までの実績の中で全くなかった月というのはあったでしょうか。そういうのをちょっとお聞きしたいと思うんですけど、その相談案件がなかったということがありましたですか。澤田人権政策課長。人権まず相談員につきましては、平成23年の4月に人権、啓発センターを設置しまして、その際、人権相談員2名を配置して、日頃人権侵害とか、それから DV とかセクハラなどの、人権に関する相談を受け付けているところです。で、ちなみに件数としましては、まず29年度、これ、1月末、今年度、平成30年1月末現在ですけれども、累計として370件の相談を受けているところです。ちなみに28年度は523件ありますので、年間大体500件ほどの相談を受けているという状況でございます。ということで、その中で特にその法的な見地、それから、ものですね、特別な見地が必要な場合にこの特別相談員に、お願いをして相談をしていただくという形にしているものです。橋本委員。はい、理解できました。それかなりの検査をこなせていただいているということが理解できました。それに見合った報酬であると思います。他にありませんか。はい、大倉委員。はい、今橋本委員の方は見合った金額とおっしゃったんですけども、この、積算といいますか、人権相談員さんの金額についてはどういった積算をされたんでしょうか。どこから導き出されたのか、それについてお尋ねをしたいと思います。澤田人権政策課長。すいません、これ設置した時からの金額を引きずっておりまして、今、この13万5000円というの根拠がですね、ちょっと今私も手元にも資料を持っておりませんので、ちょっと即答できない状況にあります。はい、大倉委員。提案をされるのであれば、そのあたりもしっかり調査を加えといていただきたいというふうに要望します。今回はで、ずっとこのままの金額ということで今お話もありましたので、一度やはりこの月額の金額という部分はですね、時代に即した金額なのかといったところも含めて検討をお願いしておきたいというふうに思います。大倉委員、今回の、議案の改正はですね、人権特別相談員に限ってですので、よろしいですか。その点をお組み抜きください。あ、下の方ですね。はい、月額1万円分だった。はい。それ言うと、そしたら人権相談員というのは乗せんと。では、これ以前からという。はい。はい、澤田人権政策課長。はい、条例 の構成上別表として入っておりまして、その下にこの一文を追加するということです。大倉委員。条例の提案は理解しました。私の勘違いもありましたけども、ですけども、もう長年、その17年からですかね、その提案されてきた時からこの金額ということで、検討がされてないということであるようですので、一度見直しをするべきかどうかというところを検討いただきたいというふうに要望しておきたいと思います。要望ですか。はい、他にありませんか。以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。なければこれより採決いたします。議案第33号八代市報酬及び費用弁償条例の一部改正については原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。次に本委員会に付託となっている請願陳情はありませんが、要望書等につきまして写しをお手元に配布いたしておりますので、ご一読いただきたいと存じます。以上で付託されました案件の審査は全部終了いたしました。
お諮りいたします。委員会報告書および委員長報告の作成については委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしの認め、そのように決しました。紹介いたします。本会に戻します。次に当委員会の所管事務調査2件を一括議題とし調査を進めます。当委員会の所管事務調査は行財政の運営に関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査、以上の2件です。このうち行財政の運営に関する諸問題の調査に関連して3件執行部から発言の申し出があっておりますので、これを許します。それでは八代市人材育成基本方針の改定についてをお願いします。はい、委員長。白川人事課長。はい、それでは引き続きまして、本年3月に改定いたしました、八代市、人材育成基本方針について、ご説明をさせていただきます。座ってご説明させていただきます。資料の方は、基本方針の本体とですね、あと A4 縦長の1枚ものの資料ですね、基本方針の具体的な取り組み項目の対象表、この2つを使ってですね、説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いをいたします。まず、この基本方針の概要ですが、本体の方の表紙をめくっていただきまして、目次をご覧ください。第1、はじめにでは、改定の背景と趣旨や、背景の中でも特に課題となっております職員の年齢別人員構成の変化、それから、基本方針の策定にあたって行いました職員アンケートの結果等を記載をいたしております。また第2の目指す姿では、目指す職員像や、目指す職場を記載をいたしております。それから、第3、基本的な方向性では、今後の方向性として意識改革と能力開発を掲げております。また、第4、具体的な取り組みでは、職場環境の整備から安全衛生の充実まで、大きく4つを取り上げております。そして最後の第5推進体制では、職員管理監督職等のそれぞれの役割と基本方針の推進期間を記載をしております。それでは基本方針の内容をご説明いたします。1ページの第1はじめにの1、改定の背景と趣旨をご覧ください。本市では平成23年6月に八代市人材育成基本方針を策定いたしまして、人材の育成に努めてまいりました。一方で厳しい財政状況や少子高齢化のさらなる進行等、地方公共団体を取り巻く状況は変化をしており、人事評価制度導入の義務化や女性活躍推進法の施行など避けては通れない法律制度が整備構築されました。さらに八代港の重点港湾指定、国際旅客船拠点形成港湾指定や熊本フードバレー構想の策定など、本市を取り巻く環境も大きく変化をしております。そのためこうした環境変化に的確に対応した人事制度をどのように構築し、新たな行政ニーズ等に対応できる職員をいかに育成していくかが大きな課題となっております。限られた人員でこうした課題を適切に解決しつつ、総合計画に掲げる市の将来像の着実な実現を図り、より質の高い市民サービスを提供するためには、職員一人一人の意識改革や能力開発等を図りますとともに、人材の育成に積極的な職場づくりを強力に推進していく必要があります。こうした状況等に鑑み、本市が抱える人事上の課題を整理するとともに、職員アンケートの結果やこれまでの取り組み等を踏まえ、八代市人材育成基本方針の改定版を策定したというものでございます。
少し飛びまして6ページからの第2目指す姿をご覧いただきたいと思います。まず1、目指す職員像ですが、職員は主体的に意識改革や能力開発等に努め、強い使命感、高い倫理感を持って市民の期待に応えられるよう職務に取り組む必要があります。市には多様な業務がありますが、まちづくりの基本となる市の将来像の着実な実現に向け、すべての職員が目指すべき職員の在り方を市民と共同を愛し、自ら考え柔軟迅速に行動できる職員と掲げ、組織全体で職員の育成に取り組みます。また7ページの2目指す職場では、職場は人材育成の場でもあり、組織全体が同じ目的に向かいつつコミュニケーションを図りながら互いに学び合い高め合う組織風土を醸成していく必要があります。そのため目指す職場の在り方を組織目標を共有し連携を深め、相互の能力を最大限発揮できる職場と掲げ、より良い職場づくりに取り組みます。それでは少し飛びまして11ページの第3基本的な方向性のところをご覧ください。より質の高い市民サービスを提供できる職員の育成を図るため、意識改革と能力開発を今後の基本的な方向性といたします。まず1の意識改革では、自身の成長には職員の意識改革を促進するとともに、前例主義や縦割り行政から脱却しつつ、自ら考え抜きスピード感チャレンジ精神を持って果敢に業務に取り組む必要があります。こうした意識改革等につながる取り組みを重点的に実践し、職員の自主性を促すとともに、組織として一体的な人材育成を推進いたします。また2の能力開発では、市民から信頼される職員となるため、強い使命感と高い倫理感を持ち職務に精通するとともに、総合的な能力を身につけた職員の育成を推進いたします。それではここで12ページからの第4具体的な取り組みについてご説明をしたいと思いますが、その前に A4 縦長の1枚ものの資料、基本方針の具体的な取り組み項目の対象表の方をご覧ください。この対象表はこれからご説明をいたします具体的な取り組みの改定前と改定後を一覧にしたというものでございます。今回の改定で移動したものに、場所が移動したものについては黒のひし形を、新規で設定したものには黒い丸を、また集約をいたしましたものには白の三角を記載しております。例えばですが、改定前に黒のひし形をつけております1職場環境の整備の括弧の3働きやすい職場環境づくりの3番目問題構造の未然防止につきましては、改定後の一番下の4安全衛生の充実の括弧の2安心安全な職場づくりの4番目に移動をしております。また改定前に白の三角をつけております先ほどと同じ1職場環境の整備の括弧の3働きやすい職場環境づくりの1番目朝礼の励行と2番目職場でのコミュニケーションの推進につきましては、改定後の1職場環境の整備の括弧の2職員を育てる職場環境づくりの2番目職場内コミュニケーション等の推進に集約をいたしております。これらの見直しを行った結果、移動したものが2項目、新規で設定したものが10項目、集約したものは10項目から5項目への集約となっております。また取り組み項目の数は改定前の36項目から改定後は39項目となっております。それでは基本方針の本体の方
12ページにまとらせていただきたいと思います。第4、具体的な取り組みの説明に入らせていただきますが、時間の都合もございますので、取り組みの内容、表にしてあります部分につきましては、今回の基本方針の改定で新たに加えた取り組み、先ほどの対象表の中で黒丸のつけてあった新規の部分を中心に説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず1の職場環境の整備でございます。括弧の1、市民目線を育む職場環境づくりでは、職員一人一人が積極的に市民と交流し、市民ニーズを把握するとともに、それを共有し、市民に寄り添ったサービスを提供できる体制の強化を図っていくとしております。13ページをご覧ください。括弧の2、職員を育てる職場環境づくりでは、職場は能力開発等を行う場でもあることから、管理監督職を中心として総合啓発的な職場環境づくりを推進するとともに、職員同士のコミュニケーションを深めるとしております。ここでは新たに掲げた取り組みといたし、まして、表の3番目に管理監督職による研修受講の推進といたしまして、管理監督職が率先して自己研鑽に努めるとともに、所属職員に研修受講の機会提供、動機づけを行い、研修受講を推進するといたしております。また4番目にメンター制度の検討といたしまして、業務上のノウハウや経験豊富な職員が若手職員や悩みを持つ職員をサポートする制度の導入を検討するといたしております。また括弧の3、仕事と生活の調和の取れた職場づくりでは、職員一人一人が能力を最大限発揮できるようにするためには、生活全般を充実させることが必要であり、休暇が取得しやすい職場環境づくりや職場における協力体制の構築等に努め、仕事と生活の調和、ワークライフバランスの実現をさらに促進するとしております。新たに掲げた取り組みといたしまして、表の3番目に柔軟な勤務形態の検討として、フレックスタイム制度など職員のライフスタイル等に応じた柔軟な勤務形態の導入を検討するといたしております。また4番目に業務の相互補完体制の整備といたしまして、定期的な業務分担の見直し等を行い、職員にさまざまな業務を経験させ、職場全体で補完し合える体制を作るとしております。14ページをご覧ください。具体的な取り組みの2つ目、職員研修の充実でございます。括弧の1、自己啓発支援の充実強化では、人材育成の基本であります自己啓発にかかる支援のあり方の検討等を行い、職員が自己啓発に取り組みやすい環境の整備を図ります。ここでは新たに掲げた取り組みとして、表の2番目に自主的な取り組みへの支援の充実強化として、業務に関連する資格の取得への助成など、自己啓発をさらに促進するための支援の充実強化を図るといたしております。15ページをご覧ください。括弧の2、集合研修の充実では、集合研修について人事異動等も含めたさまざまな機会を捉えて、研修受講の機会を確保するとともに、職員職場の意見等も踏まえ、社会情勢の変化に対応しつつ、効率的効果的に実施するとしております。新たに掲げた取り組みといたしまして、表の3番目に研修受講機会のさらなる確保として、臨時非常勤職員等の受講機会の拡充や勤務時間外での開催など、研修受講機会のさらなる確保に向けた検討を行うといたしております。次の括弧の3、派遣研修の推進では、国県などや専門施設への派遣研修は、先進的な行政手法、多様な人脈の構築等の大きな効果が期待できるため、積極的かつ継続的に推進するといたしております。16ページをご覧ください。
具体的な取り組みの3つ目といたしまして、人事制度の整備を掲げております。まず括弧の1、多様な人材の確保では、複雑多様化する市民ニーズに柔軟かつ迅速に対応し、より質の高い市民サービスを提供するためには、強い使命感と高い倫理観を持った自主性のある人材を確保していく必要があるとしております。新たに掲げた取り組みといたしまして、17ページになりますが、表の2番目に任期付き職員制度の活用として、専門性の高い分野や特定の課題に対し柔軟に対応するため、任期付き職員制度を活用するといたしております。また3番目に再任用職員制度の活用といたしまして、定年退職者の知識、経験、技術等を生かし、質の高い行政サービスを提供するため、再任用制度を活用するといたしております。さらに4番目に臨時非常勤職員制度の活用として、一時的な業務の増加や専門性を有する業務に効率的に対応するため、臨時非常勤職員制度を活用するといたしております。括弧の2、公平公正な人事評価では、人材育成を効果的に行うため、人事評価制度を適正に運用する必要があることから、職員一人一人の能力や業績を公平公正に評価するとともに、面談等における的確な指導助言や評価結果の有効活用を図るといたしております。それから括弧の3、職員を育てる人員配置では、人事異動等により職員の保有能力の活用と潜在能力の発掘等に取り組みます。また人材育成の観点から、多様な職場を経験させることが重要である一方、複雑高度化する市民ニーズに的確に対応するためには、専門性の向上も求められます。18ページに移っていただきまして、そのため職員の適性等の把握とともに、本人の意向に最大限配慮しつつ、ジョブローテーション等を踏まえた適材適所の人員配置の実現を目指すとしております。ここでは新たに掲げた取り組みといたしまして、今日の3番目にエキスパート職員育成制度の検討といたしまして、長年培った経験や知識を専門性の高い分野で活用するため、エキスパート職員スペシャリストを育成する制度の導入を検討するといたしております。括弧の4、職員と職場を生かす任用管理では、職員の能力等を的確に把握しつつ、性別や年齢等にとらわれず、意欲的な人材を積極的に登用し、職場のさらなる活性化を図るといたしております。19ページからが具体的な取り組みの最後となります。4、安全衛生の充実でございます。まず括弧の1、心と体の健康づくりでは、職員の健康の保持増進、特にメンタルヘルス対策は重要な課題となることから、ストレスチェックの活用や相談体制の強化等に取り組み、職員の健康管理対策をさらに進めます。また病気休暇等の職員が円滑に職場復帰できるよう、支援体制の充実強化を図るとしております。20ページの括弧の2、安心安全な職場作りでは、安心安全な職場は公務能率を向上させ、より質の高い市民サービスの提供につながることから、安全衛生に関する意識啓発や管理体制の充実を図りつつ、快適な職場環境づくりを推進するとともに、公務災害問題行動の未然防止に積極的に取り組むといたしております。最後に21ページからの第5推進体制をご覧ください。職員の育成には人事担当課だけでなく、すべての職員管理監督職等がそれぞれ連携し、基本方針に基づく取り組みを確実に推進していくことが極めて重要でありますことから、それぞれの役割を記載をいたしているものでございます。なお推進期間は平成30年2018年4月から2026年3月までの8年間とし、その間適宜見直しを行いとしております。説明は以上でございます。
本件について何か質疑ご意見等はありませんか。はい、橋本委員。人材育成に向けてのですね、取り組みということを理解できました。一般の職場でよく人事効果っていうのがありますですよね。自分の今年の目標はこういうことを目標にして、そしてまあその1期2期3期に分けて、そうするとその1期ごとに自分の評価と上司からの評価を加えながら自分の課題をさらにこう見つけていくという、そういう形ということもコロナ禍に入っているという理解でよかったですかね。白川人事課長。はい、平成27年度から取り組んでおります人事評価の中で、業績評価というのがございまして、そちらは、まず組織目標というのがありまして、その中でですね、その組織目標に、応じてそれぞれ個人の業務上の目標というのを定めるようにしております。その定めた目標についてですね、年に2回中間と最終それぞれどれだけ達成できたかということをですね、まずは自分で評価して、その上で上司の方が評価するというような制度にしておりますので、今議員が言われたような形でのですね、人事効果と言われましたが、八千代市の場合は人事評価という形で、そういう形での評価をしているというところでございます。はい、橋本委員。それで自分の前の職場であるんですけど、自分が思っている自分と人から見た自分というのが差異がありまして、例えばコミュニケーション能力が非常にこう問われるって思うんですよね。こういう職種というのはで自分ではうまくやってるんだけども、どうしても窓口の対応でなかなかそのいろいろな苦情があったりとか問題が出てきたときに、自分は一生懸命やってるんだけれども、そのなかなかその自分のどこが問題なのかわからないっていうときには、その上司なり先輩なり の、 このアドバイス体制とか、あなたはこういうところがちょっとこう課題になるんじゃないかっていう、そういうこともこの中ではお話ができる、そういう相談体制ができているわけです。白川人事課長。はい、先ほど の、 人事評価の中では必ず面談というのをするようになっております。その中でですね、アドバイスという形でですね、今年度の評価と、それから次年度に向けてどのような取り組みをするべきかというような、そういったアドバイスをするような面談という機会を作ってありますので、そういう中での取り組み対応というのは可能というふうに考えております。橋本委員。本当にそういった形での目標を目指してですね、非常に言いにくいことで申し訳ないんですが、私もやっぱり市民の方からそういう苦情を聞くんですね。そしてその、課長係長にこういう苦情がありましたよというと、なかなか本人にそら言いにくいかもなというところであるところがあるもんですから、そういうところでもやっぱ言いやすい環境づくりというのも大事かなというふうに思いました。お願いいたします。他にありませんか。はい、古島委員。19ページ の、 心と体の健康に書いてありますが、特に心の健康の問題、今も職員さん何名かは休んでいらっしゃるというふうに思っておりますが、部署によっては大変こうストレスのたまるような、部署もあります。前の市長の時ですね、この問題実は質問をいたしました。当時うちの家内が県立の心の医療センターに勤めていた関係で少し詳しくございましたので、ただ当面がノミニケーションをすれば夜慣れせんとか、全く無知な答弁でありまして、開いた口が塞がらなくて、私ももう物言いませんでしたが、この心の健康の問題はですね、一回発症するとちょっと数年かかりますので、外目にはよく分かりません。しかし家族にはちょっと微妙な関係で分かる部分がありますが、特に夜中の2時とか3時になればですね、早朝覚醒をしますので、その時間帯が一番自死に至る危険が多くございますので、この辺のところに注意をしていただきたいと思います。以上でございます。はい、他にありませんか。
なければ以上で八代市人材育成基本方針の改定についてを終了します。後日しようかまた委員会別に開いて19日でも次に八代市共同のまちづくり推進条例検討委員会の取り組み状況についてをお願いします。はい、福本市民活動政策課長。はい、市民活動政策課福本です。よろしくお願いします。八代市共同のまちづくり推進条例検討委員会の取り組み状況についてご説明いたします。着座して説明させていただきます。どうぞ。資料については2冊ございます。総務委員会資料という資料と、参考資料ということで、タウンミーティングの際に配布した資料でございます。この、2冊を使って、今回説明させていただきます。それでは、本委員会に報告するに至った経緯でございますけれども、八代市共同のまちづくり推進条例検討委員会の取り組み状況につきましては、昨年の市議会6月定例会の総務委員会におきましてご報告いたしました際、委員の方からこまめに報告してほしいとのご意見をいただきましたので、昨年の市議会12月定例会総務委員会におきまして条例検討委員会の概要と11月に開催いたしました市民フォーラムの状況についてご報告したところでございます。今回はその後1月から2月にかけてタウンミーティング、いわゆる住民説明会を開催いたしましたので、その状況についてご報告させていただくものでございます。次にタウンミーティング開催の目的と実施の概要でございます。まず資料の3ページをご覧ください。タウンミーティングの開催の目的です。市民の皆さんや地域協議会の関係者等を対象に条例検討委員会で作成いたしました条例骨子案に盛り込んだ内容を報告すること、また参加者との質疑応答や意見交換、アンケートを実施し、条例の必要性や内容などに関し市民の皆さんの意見をよく聴取することを目的としております。次に期日、会場、参加者などでございますが、1月から2月にかけて市内のコミュニティセンターの10会場において開催し、延べ287名の参加をいただきました。次にタウンミーティングの内容でございます。説明会ではまず条例骨子案の内容をご説明いたしました。本日は説明会において参加者の皆さんへお配りした資料として、別添資料を、添付しております。説明会ではこの資料を使いまして、前半で共同のまちづくりの概念やまちづくりにおける行政側と住民側の現状などをご説明し、後半に条例骨子案の内容について説明しました。その後参加者の皆さんよりご意見やご質問をいただき、最後にアンケートへのご記入をお願いしました。次にタウンミーティング中での、主な意見でございます。資料の4ページから5ページです。質疑や意見交換の中で参加者の皆さんから発言がございました主な意見をまとめてございます。条例の必要性及び内容に関するご意見では、条例によって市も地域協議会をしやすい形に持っていくということで理解した。条例を定めて一体何が変わるのか、市民がまちづくりに参加するための契機となるものとは感じず、あってもよいしなくてもよい。まちづくり協議会が活動しやすいよう支援の部分でしっかりと条文化していただきたい。地域協議会も順調に進んでいるとは思っていない。まちづくりが特定の人に偏っている。いかに多くの市民を巻き込んでいくことが大きな問題だ。この条例は早い段階でぜひ作っていただきたい。
などの意見をいただきました。また市職員の意識改革に関するご意見では、特に山間部では職員は地域に帰れば一住民という意識で、協議会の役員や事務局として積極的に関わっている。逆に都市部では職員が何もしないという話を耳にする。ぜひ職員も先導してまちづくりを進めてもらいたい。地域協議会に携わっている職員はある程度の意識はあると思うが、その他の職員は校区に対し全く協力や参加がない。ぜひ指導していただいて、校区の行事にも参加する気持ちを持っていただきたい、など市職員に対しまちづくりへの参画を望む意見をいただいております。その他、市民に対するまちづくりへの意識改革を望むというご意見や、町内会の運営上の悩みなど様々なご意見をいただいております。次にアンケート調査と集計結果についてです。資料の7ページをご覧ください。このアンケートをもとに調査を行いました。資料の8ページからがアンケートの集計結果となります。タウンミーティングへの参加者数287人に対するアンケート回答者数は209人、回答率は 72.8% でございました。中にはご自宅で資料を見ていただいた後、アンケートをご提出していただいた方もおられました。まず問1の参加者の状況でございます。参加者の 75% が60歳代から70歳代であり、職業別に多い順としては無職、自治会役員、地域協議会の役員でした。これは指定協力員や地域協議会の皆様には特に個別にご出席をお願いしたため、このような出席状況になったものと考えております。資料の9ページをご覧ください。問2の条例骨子案等の理解度についてはよく理解できたが 7.7%、 理解できたが 44.5% と、半数以上の方には内容をご理解いただけたものと考えています。問3の今後のまちづくりへの参加意識については、積極的に参加したいが 23%、機会があれば参加したいが 55.5% と、約8割の方がまちづくりに参加したいと回答されております。問4の条例骨子案に掲げられた市民や地域協議会等の役割が実践できる内容であるかを尋ねる質問では、実践できるが 21.5%、 どちらかというと実践できるが 48.3% と、約7割の方が実践できる内容であると回答されております。またそれぞれの回答項目を選択された理由についても記載していただきました。9ページから10ページをご覧ください。できる、どちらかというとできると回答された方のご意見として、現在も一市民、地域協議会や自治会等の役員として実際取り組んでいるから、また基本的なことばかりなどでできるなどの意見が多くありました。その他、できること、一歩一歩前に進む気持ちで頑張ることが大事などの前向きなご意見もございました。反対に、できそうでない、わからないと回答された方のご意見では、高齢の人たちが多くできそうにない、条例案を見て自分に何ができるのか具体的に想像できないといったご意見をいただきました。資料の11ページをご覧ください。トルコの条例の必要性を問う質問では、必要が 40.2%、 どちらかというと必要が 37.8% と、約8割の方が条例があっても良いと回答されています。またその理由として、明文化することで行政と住民の役割が明らかになり、目標が立てやすくなり、漫然と行動するよりもルールの下で目標に向かって進むことは大事だと思う。規範としては有効である。共同のまちづくりを実践する上で条例は土台となる。明文化することにより周知意識づけが可能、
住民への説明がしやすいし、考える機会を作りやすいといったご意見をいただきました。資料の12ページをご覧ください。反対に、必要でない、わからないと回答された方のご意見では、現在のままでも良いのでは、最終目的が何なのか理解できない、財政的な支援ができなければこれまでの地域活動と変わらないように感じる、条例を実行できるか不安であるといった意見をいただきました。問い6の感想やご意見などの自由記載の部分では、もう少し時間をとって説明を具体的にした方が分かりやすい、地区役員だけのタウンミーティングでは市民の理解は得られないと思います。どうやって市民の意識を高めるのかが課題では、回数を重ねて理解を図ってもらいたい、条例を市民に理解協力してもらうためには必要に応じて継続して周知を図ってもらいたい、自治体単位で説明会を行ってもらいたいなど、周知広報を求めるご意見を多くいただきました。このような意見も ありましたことから、平成30年度から市の出前講座の項目にも追加しております。以上がタウンミーティングのご報告でございます。最後に今後のスケジュールを説明させていただきます。別点の、別冊の資料でございますけれども、参考資料の、42ページをご覧ください。今後のスケジュールです。今後、条例検討委員会におきましては、市民フォーラムや今回のタウンミーティングの中で市民の皆様からいただきました多くのご意見を考慮いたしまして、条例骨子案の在り方、内容などの精査を行います。その後、今年の5月を目標に最終的な条例骨子案を含んだ2年間の活動報告を取りまとめ、市長へ報告する予定でございます。合わせまして、市議会の6月定例会の総務委員会におきましても、ご報告させていただく予定としています。以上、説明を終わります。よろしくお願いします。本件について何か質疑、ご意見等はありませんか。ありませんか。なければ以上で、八代市共同のまちづくり推進条例検討委員会の取り組み状況についてを終了します。ありがとうございました。次に、基幹システムの通信障害についてをお願いします。宮村企画振興部長。はい、お世話になります。今年の2月28日に、八代市の住民基本台帳あるいは市民税等を管理いたします基幹システムの障害が発生しておりますので、ご報告を担当課長からさせますので、よろしくお願いいたします。はい、生田情報政策課長。それでは私の方から、基幹システムの障害の内容についてご報告させていただきます。着座にて失礼いたします。まず、障害発生日時は平成30年2月28日水曜日で、発生を確知いたしましたのが午後3時40分、完全に復旧いたしましたのは2時間後の、午後5時40分となっております。次に障害の内容でございます。八代市の住基、住民基本台帳のことでございます。および税情報などを管理する基幹システムに障害が発生し、仮設庁舎、各所などにおける証明発行、住民移動の手続きなど、窓口業務においてシステムが使用できない状態となりました。障害の状態は先ほど述べましたとおり、午後3時40分から復旧作業が完全に終了した午後5時40分までの時間継続いたしました。この間、手続きのために来庁された市民の皆様延べ72人の方に影響がございました。影響の内訳といたしましては、通常より長い時間お待たせしたケースが33件、最大で90分お待たせしたケースもございました。
また郵送や復旧後に改めて来庁いただくなどの対応を取ったケースが39件ございました。 3番目に障害の原因でございます。基幹システムは遠隔地にございます専用のデータセンターで稼働をしております。このシステムを構成する一部のソフトウェアの欠陥、いわゆるバグと申しますけれども、これに起因する障害が発生したためデータにアクセスできない状態となったことによるものでございます。付け加えますと、この障害の原因となったソフトウェアは 米国製のデータベース管理ソフトというものに分類されるものでございますが、当該事象は、世界で2例目ということで、極めて稀なケースということで報告を受けております。最後に障害の対応及び今後の再発防止策でございますが、まず今回障害の原因となりましたソフトウェアについては速やかな回収、いわゆる欠陥箇所の修正を実施をいたします。また機器の監視を強化し、早期発見を行うことで障害発生を未然に防止するとともに、万一障害が発生した場合の復旧までの時間を短縮、今回復旧まで2時間を要しましたんですけれども、数十分の単位で復旧できるような対応を取っていきたいというふうに考えております。以上ご報告といたします。本件について何か質疑ご意見等はありませんか。大倉委員。すみません、その再発防止策のところで、干渉強化しとか、具体的にちょっとお聞かせいただいていいですか。で、未然に防止できるものなのか、そういったところもお聞かせいただきたいと思います。はい、生田情報政策課長。はい、監視につきましては、現在も常に行っているわけですけれども、今回の事象につきましては、前兆、予兆というものがございまして、その予兆、今回の事象に対する予兆については、OK の方の分類していた。今回の予兆、今回の事象の予兆があっても、それは OK ですよということで、認識をしていたと。で、今回の、状況が起こったことで、この予兆がある場合はこの事象が発生するということが、分かりまして、で、監視を強化するといったのはもうその予兆について把握をするとついても、もうこれは異常ですよということで把握をすると、とあとは早期発見ということで、実際はですね5台の予備機で動いておりまして、で、1台が行かれても、あとの4台でカバーリーできるような体制を取ったわけですけれども、今回はソフトウェアの障害ということで 1台目がまず障害を受けて、それに連鎖反応的に5台が、障害を起こして、結局全部ダウンしたということで、障害発生から全部落ちるまでで約20分あるということなので、その事象を早く発見できれば、その異常の起きた機械を切り離すことで、あとの4台でまた継続的に運用できるというふうな取り扱いができるということでの、その意味を込めて その早期発見というふうなことで対応したいというふうに考えております。大倉委員。はい、詳細にありがとうございます。で、今のは職員さんで対応が可能ということで理解しとってよろしいですかね。生田情報政策課長。はい、先ほどご説明いたしましたとおり、本システムについては、クラウドということで遠隔地の専用のデータセンターで専用の業者の方で、監視をしているということですので、そちらの技術者の方に任せて監視をさせるというふうな対応を取っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。他にありませんか。なければ以上で基幹システムの通信障害についてを終了します。わかりました。次に総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査に関連して一件執行部から発言の申し出があっておりますので、これを許します。それでは第2次八代市総合計画基本計画および第3次八代市行財政改革大綱の作成についてをお願いします。宮村企画振興部長。はい、お世話になります。
午前中にあの議案第20号で八千代市総合計画の基本構想をご議論いただきましてご承認いただきましてありがとうございました。でその基本構想が8年でございますけれども、その基本構想で明らかにしました市の将来像を実現するために必要な施策を分野別体系別に示したものが4年間の基本計画となります。その八千代市総合、第2次八千代市総合計画を説明させていただきます。でもう一つがその総合計画を下支えします行財政改革大綱についても合わせて、この行財政改革大綱、これ計画期間8年となりますけれども、構想と同じ8年となりますが、この下支えする行財政改革大綱についても説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。説明は担当課長にしてもらいますので、よろしくお願いいたします。委員長、田中企画政策課長。はい、企画政策課の田中でございます。どうぞよろしくお願いします。あの説明に入ります前に、先ほど、総合計画基本構想の中におきまして、村川副委員長がお尋ねになった国別人口の件で私の方が間違った、お答えをしておりますので、そこを提出させていただいてございますでしょうか。はい、どうぞ。はい、すいません、着座にてちょっとご説明させていただきます。あの先ほど村川副委員長がお尋ねになった国別人口に外国人が含まれているかという点でございます。すいません、改めて確認をいたしましたところ、比較平成17年と27年を比較しておりますが、その間平成24年の7月に住民基本台帳法の改正が行われておりましたので、平成17年には含まれておりません。ただ平成27年には含まれておりますということでございます。私はあの両方とも含まれていないというふうにお答えしましたので大変申し訳ございませんでした。でちなみにあの副委員長がおっしゃった軍畜というような項目で申しますと、27年9月現在で481名含まれているというところでございます。全体的には八千代市の方も平成27年で1474名含まれていたというところでございます。大変申し訳ございませんでした。はい、はい、田中企画政策課長。はい、改めまして、第2次八千代市総合計画の基本計画および第3次八千代市行財政改革大綱の策定についてご報告したいと思います。12月の定例市議会の総務委員会におきまして第2次のこちらの基本計画および第3次行財政改革大綱の策定状況につきましてご報告しておりますが、その後に2月20日に、八千代市総合計画策定審議会会長および八千代市行財政改革推進委員会会長から市長に対し答申をいただきました。その後市内部での検討を経て策定に至りましたので今回ご報告するものでございます。資料1をご覧ください。こちらの1枚ものでございます。こちら総合計画の構成を図示したものでございます。本日議案として説明をさせていただきました基本構想は図に示した通りでございます。その下の方に基本計画ということで記載しておりますが、基本構想で掲げた市の将来像を実現するために必要な施策を分野別体系別に示したものでございます。さらに第3次行財政改革大綱はその総合計画の推進を下支えする取り組みでございます。計画推進の方策として市の将来像の実現のために取り組みを行っていくものでございます。また図に示しております真ん中の4カ年で取り組む基本政策の施策のうち、市長が特に進める施策、またその下の市民意識調査結果による優先施策につきましては特に重点的に取り組む施策として八千代市重点戦略として取りまとめ進捗管理を行う予定としております。現在取りまとめを進めておりまして、6月の本総務委員会にて報告をさせていただく予定でございます。合わせまして図の一番下の部分、第3次行財政改革大綱は効率的で健全な行財政運営、市民共同の推進の実現に向け具体的な取り組み項目及び目標年度を個別具体的に取りまとめました八千代市行財政改革実施計画第1期アクションプランを策定し進捗管理を行う予定としております。こちらも現在取りまとめを進めており、6月の本総務委員会において報告する予定でございます。
続きまして資料2の方の A3 の方をご覧ください。こちらは第2次総合計画の体系図を採用しております。第2次総合計画はご存じの通り基本構想と基本計画から構成されております。左側の部分が基本構想でございまして、市の将来像、基本目標と施策の大綱を記載しております。そして右側の部分が基本計画の施策の部分となります。分野と具体的な施策、裏面まで入れますと101まで記載をしてございます。この分野という部分につきましては第2次総合計画から新たに記載するものでございます。施策を並べたときに市民の皆様にとって分かりやすいよう施策ごとの見出しのようなものとして記載をしております。基本計画では基本構想における基本目標と施策の大綱に紐づく具体的な施策について記載をしております。実際どのような内容が記載されているかということにつきましては資料3、こちらの方になります。すみません、資料3の方を1枚提示していただきたいと思います。資料3の1ページでご説明をさせていただきたいと思います。基本目標、誰もが生き生きと暮らせる街が記載してございます。その下に施策の大綱でございます人権が尊重される街づくり、分野である人権、具体的な施策でございます人権教育、人権啓発の推進という形で記載をしております。その下の構成でございますが、現状と課題の欄につきましては施策、このページで申しますと人権教育、人権啓発の推進という施策の現状につきまして検討を行い記載をしておるところでございます。施策の内容の欄につきましては現状と課題に対応する具体の施策を記載しております。関連計画の欄につきましては具体の施策が位置づけられている本市の計画を記載をしているところでございます。主な事業の欄につきましては施策に紐づく各課の事務事業のうち主な事業を記載をしております。以上の構成により101の施策を基本目標として取りまとめたものがこの資料でございます。時間の都合もございますので本日は申し訳ございません、すべての施策の説明はいたしませんが、その他の施策につきましてもこのような内容で作成しております。次に資料4をご覧ください。第3次八代市行財政改革大綱についてご説明をいたします。1ページをご覧ください。1ページから3ページにつきましては第1章といたしまして、これまでの行財政改革の取り組みについて1ページでは職員数の推移、2ページでは歳入増加および3ページで歳出削減等の財政効果額の累積を記載しておるところでございます。4ページをご覧ください。4ページから11ページにおきましては第2章、第3次行財政改革の基本的な考え方といたしまして、まず5ページで市税の推移めくっていただきまして、6ページの方で通行府税の推移、7ページの方で、自主財源比率の推移、8ページの方で、経済、収支比率の推移、9ページの方で、市債残高の推移、10ページの方で実質公債比率の推移、11ページの方で将来負担比率の推移等の本市の財政状況を掲げ継続した改革の必要性について記載をしているところでございます。12ページをご覧ください。第3次八代市行財政改革大綱の位置づけでございますが、先ほど本宮村部長の方が申しました通り、行財政改革大綱が総合計画の推進を下支えする取り組みであり、計画推進の方策として一体的に運用することで従来にも増して効果的な行財政改革に取り組むということで記載をさせていただいております。13ページをご覧ください。改革の基本方針といたしまして、市民とともに次世代に誇れる町を目指してという方針を掲げ、その考え方を記載しております。第3次行財政改革におきましては下から2段目のあたりこのような中というふうに書いておりますが、
第3次行財政改革では、これまでの取り組みであります量的改革を基本に、第2次行財政改革で推進してきました限りある行政資産、予算、人材、資産をいかに効率的に活用するかという質的改革についてさらに強化継続していくことを基本方針として掲げております。14ページをご覧ください。具体的に改革が目指すものといたしまして、効果的で健全な行財政運営と市民共同の推進という形で掲げております。15ページをご覧ください。15ページから22ページの第3章では、改革の柱と改革の方策について記載をしております。15ページにおきましては、改革の柱1、効率的な行政運営、飛んでいただきまして17ページの方でございますが、次17ページの方で改革の柱2、健全な財政運営と、20ページの方に飛んでいただきまして、20ページの改革の柱4では市民参画の推進と、21ページにおきましては改革の柱5、住民自治の推進ということで、市民共同の推進分野、これ今ご説明したものにつきましては普遍的なものという形で、第2次行財政改革大綱から継続した取り組み内容も含めて記載しておるところでございます。22ページをご覧ください。記載内容につきまして、改革の体系図を掲げております。左が改革が目指すもの、その右側に改革の柱、効率的な行政運営、健全な財政運営、情報化の推進、市民参画の推進、住民自治の推進の5つを掲げ、さらにその下に改革の方策を計13項目掲げております。今回第2次行財政改革大綱との比較で、第3次行財政改革大綱に新たに掲げた部分についてご説明いたします。3箇所ございます。まず18ページをご覧ください。18ページでは、健全な財政運営のもとに丸3でファシリティマネジメントの推進ということで、八代市公共施設等総合管理計画を平成28年度に策定したことによりまして、追加した項目でございます。公共施設の縮減または長寿命化、私有財産の有効活用、効率的な管理運営を主な取り組み項目としておるところでございます。次に19ページをご覧ください。2つ目は、改革の柱として情報化の推進を掲げ、情報通信技術を最大限に活用して改革を推進し、市民サービスの向上を図るとしております。主な取り組み項目といたしまして、 SNS 等を活用した情報発信力の強化、電子申請事務の拡充、またそれを進めていく上で重要となる情報セキュリティ対策の強化などを掲げております。次に20ページをご覧ください。3つ目は、市民参画の推進のもとの2、公聴機会の多様化を掲げております。市民と行政との共同意識の向上と、市民の意見を市政運営の参考にするための手段として、公聴手段の充実を図ることといたしております。以上3点が新たに記載した部分となります。23ページの方をご覧ください。こちらは第4章といたしまして、大綱の期間、推進体制、実施計画の策定、進捗管理及び公表という点について記載をしております。25ページから29ページにつきましては、関係例記を参考資料として記載をしております。また、その前の24ページにはこれらの例記を実施したものとして体制を掲げるところでございます。参考までに30ページ以降につきましては、用語解説という形で載せさせていただくところでございます。最後に、本日ご説明をいたしました第2次八代市総合計画の基本構想、また基本計画、さらにはこちらの第3次八代市行財政改革大綱につきましては、
最終的に体裁を整えまして、第2次八代市総合計画ということで一冊にまとめた上で議員の皆様にもお配りする予定でございます。以上、第2次八代市総合計画基本計画および第3次八代市行財政改革大綱の策定についてご報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。本件について何か質疑ご意見等はありませんか。ありませんか。はい、以上でなければ以上で第2次八代市総合計画基本計画および第3次八代市行財政改革大綱の策定についてを終了します。どうもありがとうございました。ありがとうございました。その他当委員会の所管事務調査について何かありませんか。ありませんか。なければ次年度における本委員会の行政施策について協議を行いたいと思いますが、その前に委員長から一言申し上げます。1月に実施しました灌漑行政施策では、関西方面3市を訪問し、防犯灯の LED 化や市民参画および共同によるまちづくり条例、災害受援計画といった本市に密接に関わるテーマについて調査を行い、充実した視察内容となりました。委員会視察は確かに全員参加であることは義務ではありません。しかし委員会の審査または調査は委員にとって必要であるということをもとに、委員の理解を深め情報を得させるために、通常全員を同一日時場所目的で行われます。そして得た知識で各委員がスキルアップをし、委員会内で市民のための姿勢に反映させていくことが委員としての務めであります。そのため市にやむを得ない事情がある場合の欠席は致し方ございませんが、今後実施いたします本委員会の行政視察につきましては、ぜひとも委員全員がご参加の上調整を行い、調査を行い、知見を広げるとともに市政に資する活発な議論をお願いしたいと思います。以上です。それでは協議のため紹介いたします。本会に戻します。次に本委員会の灌漑行政視察についてお諮りいたします。本委員会の灌漑行政視察についてはこれを実施いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。他に何かありませんか。ございません。なければ以上で所管事務調査2件についての調査を終了します。次に閉会中の継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。当委員会の所管事務調査2件についてはなお調査を要すると思いますので、引き続き閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。次に本委員会の派遣承認要求の件についてお諮りいたします。本委員会は平成30年5月8日から10日までの3日間、行財政の運営に関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査のため行政視察に参ることとし、視察先及び視察内容については委員長にご一任いただき、関連予算の議決後議長宛て派遣承認要求の手続きを取らせていただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。以上で本日の委員会の日程は全部終了いたしました。これをもって総務委員会を散会いたします。お疲れ様でした。